こんにちは、MB です。今日はユニクロのとっておきのアイテムを紹介します。ウールカシミアキャップ。いや MB、 またキャップなんかどこの買ったって一緒だろって思ってる、そこのあなた。これね、マジで手に取ったら度肝抜かれると思いますよ。これ普通に鏡の前で T シャツデニムとかで被ってみてください。もう気分はハイブランドですよ。ラグジュアリーブランドですよ。ルイ・ヴィトンですよ。はい、というわけで今日は、UV カットウールカシミアキャップ1990円についてお話しさせていただきます。実はこのウールカシミアキャップ、一昨年ぐらいに僕が MB チャンネル、この YouTube チャンネル MB チャンネルの方でおすすめして大反響をいただきました。で、キャップ被ってる人は、まあこれ春とか夏とかにはちょっといけないんですけど、秋冬専用にはなるんですけど、秋冬のキャップはもうこればっかり使ってるみたいな人結構多かったんですね。で、今回また改めて紹介してるんですけど、まあ、なんで改めて紹介してるかっていうと、実は前回のものと比べて今回アップグレードしてるんですね。値段変わらずアップグレードしてるので、今回改めてこのウールカシミアキャップのいいところについて紹介していこうと思います。3つに分けて紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。まず1つ目、帽子が変われば着こなしが変わる。 90% ウール 10% カシミアの極上素材というふうにタイトル付けさせていただきました。そもそもですね、まあ帽子なんて別に何でもいいだろうって思ってる人も結構いると思うんですけど、いや、そんなことは実は全然ないんです。帽子一つで印象って全く違うんですよ。そもそも考えてみてほしいんですけど、人と会う時にどこ一番見ますかって言われると、顔周り当然見るじゃないですか。トップスも見るだろうし、ボトムスも見るだろうし、靴も見るだろうけど、一番目立つのって顔周りじゃないですか。当たり前だけど、人と話しするときに顔見ない人っていないですよね。大体この辺見るわけですよ。目を見るかどうかは別として、顔周り、この辺見るじゃないですか。そうすると、重要度っていうのはこの辺に結構集中してるんですね。何でもそうだと思うんです。ビジネスでも、効果が高いところに投資をするのって当たり前じゃないですか。ここのジャンルがすごい伸びてるから、ここにじゃあお金入れて、人を入れて、どんどん伸ばしていこうって考えるのが普通のビジネスだと思うんですね。で、お洋服もそれと全く一緒で、コーディネートの中に均一にお金を投資するんじゃなくて、目立つところにお金を出してあげた方が当然効果って高いわけですよ。だからあんまり見えない、例えばタンクトップにめっちゃ力入れても、あんまり見えないジャケットの裏地を頑張っても、ぶっちゃけそんなに変わんないわけですね、印象としては。じゃあどこが印象として一番いいのか、費用対効果が一番高いところってどこなのかって考えると、当たり前なんだけど目線が集中するポイントなわけですね。じゃあ目線が集中するポイント、つまり一番目立つところってどこなんだって考えると、人間の体の中で一番目立つところって誰もが想像して叱るべきだと思うんですけど、顔だと思うんですよ。顔が一番目立つわけですね。誰でもみんな顔見るし、体で人のことって判別できないじゃないですか。他人を見るときに顔隠されると誰だか分かんなくなるでしょ。でも顔を見れば誰か分かるわけじゃないですか。ってことは認識してるのは顔の重要度がすごく高いんですよ、僕らって。顔を見て個人を判断するぐらい顔ってめっちゃ重要なところで、いつも見られてるパーツなんですね。って考えると、コーディネートにおける大事なところって実は顔周りめっちゃ大事なんです。ストールとかマフラー、帽子とかメガネとか、実はマスクとかもかなり大事なんですけど、顔周りのアイテム次第でコーディネートの印象って結構引っ張られちゃうんですよ。だから、安っぽい帽子とかを被ってしまうとちょっと残念なことになりがちなわけです。せっかく T シャツとかパンツとかコートとかいいアイテム揃えたのに、頭に被ってる帽子だけめちゃくちゃ安いもの。まあもちろんめちゃくちゃ安くていいものもいっぱいあるんだけど、例えばその別にニューエラが素材がめっちゃ悪いとか、形がすごく悪いとか、そのこと全然言うつもりはないんですけど、ただ何でもいいやって思って帽子を選んじゃうと、コーディネートもその分くすんでしまうので、帽子とかメガネとか、この顔周りのもの、マフラーとかスカーフとかストールとか、顔周りのものってのは、高いもの安いものっていう基準っていうよりは、ある程度こだわりを持ってよく見せられるものっていうのを選んだ方がいいと思うんですね。で、今回紹介しているのがウールカシミアキャップ。まあこれだって安いもんじゃないかって思うかもしれないんですけど、1990円で別に高いもんじゃないじゃないかって思うかもしれないんですけど、素材がね、ウールとカシミアなんですよ。ウール 90% カシミア 10% なんで、まあ、ユニクロの1990円の商品とはいえ、むちゃくちゃ光沢感が強いんですね。もうこうやって動画にするだけでも結構本当に画面越しでも結構光沢が見えると思うんですね。特にこういうグレーとかは動画で光沢伝わりやすいんで、今グレーわざわざ持ってるんですけど、まあ現実ではこういう黒とかでも
かなり光沢が強くてですね、パッと見で高級感がわかると思います。で、帽子って基本的にキャンバス素材が多いじゃないですか。春でも夏でも秋でも冬でもキャンバスの素材を被る人が大半だと思うんですけれども、あえてですね、秋冬のこのウールとカシミヤ素材のものをぜひ被ってみてください。こういうのを被ると、普通にこういう T シャツ、なんでもない無地の T シャツとかスウェットとかパーカーとかに、キャンバスのキャップを被ると、ちょっとこうストリートな印象になるじゃないですか。でも、こういう T シャツとかパーカーとかに、なんだろう、この手のそのウールカシミヤのいい素材のものを被ると、なんか、ラグジュアリーブランドのキャップみたいに見えるんですよ。一気にその、ジルサンダーとか、OAMC とか、こう、高いブランドが外しでキャップ使ってるイメージになるんですね。いや、本当に、これね、マジでいろんな人に伝えたいんだけど、帽子はね、気抜いちゃダメですよ。まあ、全然、高いのを買えとかって言ってるわけじゃなくて、本当、いい素材に見えるもの、光沢があるもの、高級感があるものを選んであげると、それだけで印象って激変します。ぜひ試してみてください。で、このユニクロのアイテムなんですけど、まあ、ユニクロ得意のウールとカシミヤのコンボ素材で、光沢めちゃくちゃ強いです。で、前回の、もの、去年もやってたかな、去年とか一昨年とかもこのアイテムやってたと思うんですけど、去年一昨年と比べると若干起毛感が減ってます。まあこれ、正確に素材を比べたわけではないんでちょっとはっきりとは言えないんですけど、僕の体感値として前回出したものよりも起毛感が減っていて、前回出したものって結構毛がこうだいぶ強かったんですけど、今回やや抑えめになってるかなというふうに思って、より高級感が増してる印象があります。で、単純にウールカシミヤの素材を使ってるだけじゃなくて、実は裏側、この裏側のベルト部分もですね、本革を使ってるんですね。ここの部分がすごい安っぽい帽子って裏返して被ることができないと思うんですけど、これだとレザー素材使ってるから、あの裏返しても高そうに見えるんですよ。だから普通にこうやってつばを前にして被ってもいいんですけど、ちょっとラフな被り方としてこうやって、後ろ向きに被ったりしてもいいわけですよね。ラフな印象になるとは思いますけれども、まあ、好みはあると思うんですが、こういう後ろ向きに被っても全然使えるので、ぜひ試してみてください。そして二つ目、ポイント二つ目なんですけど、アップデートのポイント、起毛感がなくなり、ステッチがなくなった過去品番からアップデートと書かせていただきました。大きなポイントとしては、まあ、起毛感がなくなったっていうのは、まあ、ちょっと正確にはわからないんですけど、僕の体感では起毛感なくなってる気がします。ただ、明確に過去のこのウールカシミヤキャップと変わったところとしては、ここですね、ツバの部分ですね。前回の、ウールカシミヤキャップでは、ここにステッチが大きく入ってたんですよ。多分、三本針かなんかでこうトリプルステッチかなんかで入ってたと思うんですけど、まあいかにもストリートライクなカジュアルな印象になってたんですけど、今回実はステッチが全て省略されています。何にも存在しないんですね。だからつるっとしたこのウールカシミヤの風合いがしっかりこうツバの部分でも表現されているので、より高級感が増して、ラグジュアリーな印象になりました。この素材使ってさ、キャップだけじゃなくてキャスケットとかさ、ハットとかさ、いろんなものできればユニクロ作ってほしいよね。この価格でキャップ作れるってほんとすごいと思う。ウールカシミヤの、これアップにすると余計あの風合い強く見えるでしょ。光沢感あってただもんじゃないって印象あるじゃないですか。この感じが1990円で買えるってありえないですからね。ポイント3つ目、サイズ感は浅すぎず深すぎず最強のバランス。これ本当に最強だと思います。あの、ベースボールキャップ、いわゆるニューエラとかのベースボールキャップって結構ブクッと膨れてる固めの素材じゃないですか。だから被ると頭からこうポコって浮いちゃうので、帽子を被ってるっていう印象がすごく強く出ちゃうんですよ。さっきも言った通りだけど、顔周りってめちゃめちゃ印象としては強いところなんで、わずかな差が印象の差に響いてきます。だからこう、フォルムが結構深めに作ってあると、帽子だけがこう浮いてしまって、いかにもキャップを被ってますっていうカジュアルな印象が強くなっちゃうんですけど、かといって浅くしすぎると、風吹いた時に簡単に飛んじゃうとか、機能性が失われちゃうわけですね。なんだけど、このユニクロのウールカシミヤキャップは、深すぎず浅すぎず絶妙なところにしてあるので、非常に使いやすいです。シンプルで、被りやすいんだけど、深めでしっかりホールドしてくれる。で、なおかつ深すぎないので子供っぽい印象も与えないというのが、このアイテムの非常にバランスが取れてるいいところかなというふうに思います。僕ちょっと頭大きいんですけど、これ一応サイズ59センチって書いてあるんですが、たまに59センチのもの買っても僕結構きつい時あるんですけど、これは全然大丈夫ですね。このアジャスターの部分
後ろのこのレザーのアジャスターの部分が調整可能になっているので、まあ、女の子、ちっちゃい頭の女の子でも使えますし、僕みたいに結構大きい59センチで少し、うん、大丈夫かなって思うような人でも、ある程度対応できると思います。一応59センチまでって書いてあるんですけど、普通の59センチよりもなんか着用感明らかにこう緩い気がするので、やや頭の大きい人でも対応できるかなというふうに思います。で、色なんですけど、これかなり難しいですね。これがネイビーです。ネイビーのカラー。これが黒。で、これがグレーになってるんですけれども、まあ、グレーの色の違いはすぐわかると思うんですけど、黒とネイビーは結構難しいところですね。こっちが黒ですね。で、こっちがネイビー。こんな感じの色の違いになっています。ネイビーの方がね、ちょっと、光沢感が強いのかなというのは思うんですけれども、黒の方がでもシックな印象はありますよね。まあ、ネイビーって黒に青が入ってるので、若干こう黒よりもカジュアルな印象が出るかと思います。黒の方がよりシックな、印象になるとは思うので、まあ迷ったら黒がいいかなというふうに僕は思うんですけれども、ネイビーも悪くないかなというふうに思います。この辺二つはすごく迷いどころかなと思います。で、グレーもいい色ですね。今回こうツヤのある非常にいい深めのグレーになっているので、これも全身真っ黒、まあ冬場とかって黒のコートに黒のパンツみたいな全身黒黒になることが多いので、外しとしてこういう頭の先にグレーのちょっとカジュアルな印象のものを持ってくるっていうのはありだと思いますが、考え方としてはですね、迷ったら帽子は暗い色を選びましょう。特に黒系を選ぶのが、一番簡単だと思います。なんでかっていうと、もともと僕らの髪の色っていうのは暗い色の方が自然に見えるからです。金髪の人って街を歩いてても結構目立つじゃないですか。すぐパッと目につくじゃないですか。あれなんでパッと目につくかっていうと、みんなと違うからなんですね。じゃあ大多数の髪の毛の色ってどんな色かっていうと、黒とかダークブラウンっていう暗めの色が多いんですよ。まあそれはそうですよね。日本人もともと黒だからね、金髪とかじゃないからね。だから金髪にしてるとちょっと目立つんですけど、鏡見た時に帽子似合う似合わないって僕ら判断するじゃないですか。で、帽子が似合わない人って実はそんなに多くないんですけど、似合わないなって思うポイントが一つあって、それは普段の自分の頭からあまりにも印象が乖離しすぎると似合わないっていうジャッジを下しがちなんですよ。つまりどういうことかっていうと、普段僕ら黒髪とかダークブラウンとかの髪色が多い中で、こういう明るめの色のものを被ると、普段とあまりにも頭の色が違うので違和感を感じやすいんですね。そうすると、これ大丈夫かな、似合ってないんじゃないのかなっていう答えに帰結する可能性があるんですね。まあそれはもちろん客観的に見たらそんなに似合ってるとか似合ってないとか実はないんだけど、本人的にずっと見慣れてる毎日見てきた顔といつもと違うものが、色が明らかに違うものが乗ってるので、違和感が出ちゃうのはやっぱり違う色なんですよ、普段と。だから普段黒髪とかダークブラウンの髪をしてる人は、なるべく暗めの色のものを合わせてあげた方が似合わないっていう印象にならずに済みます。まあ、洋服っていうのは他人が見てジャッジするものなんで、別に自分が似合ってる似合ってないと思っても、思うか思わないかなんて関係ないっちゃ関係ないんだけど、ただ帽子は似合ってないなと思って外出ると、なんかドキドキするじゃないですか。僕これ本当大丈夫かな、正解かなって思っちゃうから、まず自分が似合ってる、自分かっこいいなって思うことがファッションの第一歩だと僕は思ってるので、明るい色を選ぶっていうのはちょっとハードルが高いと思います。めちゃめちゃオシャレなんですけど、迷ったら暗めの色、まあ、ネイビーか黒を選んで、特に僕は黒が一番簡単かなというふうに思います。やっぱり日本人のベーシックな髪の色は黒なんで、黒系被って似合わないっていう人はあんまりいないと思います。で、これね、結構ツバ長めになってるので、今見てる通り影が顔にこう刺さるんで、顔ちょっとちっちゃく見えるんですよ。なので顔がちっちゃく見えると当然だけど、体のバランス綺麗に見えるんですね。なんでかっていうと、八頭身っていう言葉がある通りですけど、頭の大きさっていうのは体のバランスを測る基準点なんですね。ここがちっちゃく見えると、実は手足って対比で長く感じやすいんですよ。だからモデルさんって顔ちっちゃいことが最低条件なんですね。だからこういうツバの長いキャップとかをかぶってあげると、顔に影が差して少しこう顔がちっちゃく見えて、結果として手足が長く感じられるので、お洋服が似合いやすくなります。なので、お洋服のバランスを取るっていう意味においても、こういうキャップすごくおすすめなので、ぜひ手に取ってみてください。合わせ方としては、まあ、ウールカシミヤの素材で大人っぽい
ツヤの入ってるキャップなので、同じキャップでもあんまりカジュアルになりすぎないと思います。例えばニューエラのキャップとか、本当にデカデカとグラフィックが入ってあるようなキャンバスのキャップとかだとカジュアルでちょっとやんちゃな印象も出てくると思うんですけど、ウールカシミアのこのツヤのある表情だと、同じキャップでもちょっと大人っぽく感じられると思うので、あまり抵抗なくいろんな着こなしに合わせられるかなと思います。極端な話、 T シャツにデニムにこれ合わせても別に崩しすぎにもならないですし、かといってロングコートにテパードのスラックスに革靴にこれって合わせても、これ自体がそんなに決めすぎない印象がないので、ハットにロングコートにスラックスとかだとすっごい決めすぎになっちゃいますけど、これだったら全然対応できる。だからカジュアルな着こなしにも、ドレスライクな装いにもどちらにも使えると思うので、非常にバランスの取れたいいアイテムかなというふうに思います。でこれ毎回そうなんですけど、油断するとすぐなくなるんですよ。これそんなに生産数多分多くないと思うんですね。1990円でしかも今回 UV カット機能もついてるので、まあ日が差した時にも便利だし、でウールカシミアなんであったかいから秋冬にも使えるっていうところで、まあ真夏は多分使えないと思いますけど、クオリティも上がってますから多分今回もそんなに遅くまで残ってないと思うんですね。12月ぐらいになったらもう欠品してると思うので、なるべく早めがおすすめでございます。特に黒とかの人気色は早く動くので、これ見たらぜひ概要欄の方からチェックしてもらえればいいのかなというふうには思います。はい、というわけで今日はユニクロのウールカシミアキャップ1990円、 UV カットウールカシミアキャップですね、1990円をお届けいたしました。私メルマガやっております。メルマガでは毎週こういうファッションの話だったりとか、ビジネスの話などなど様々なことを配信しております。概要欄の方からメルマガ登録できますので、ぜひよかったら読んでみてください。そして LINE も友達、募集しております。 LINE 友達になると LINE 限定のライブ配信なども見ることができるので、よかったらそちらもぜひ、ワンクリックで友達になれるのでぜひお願いします。ではまたお会いしましょう。MB でした。よかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。またお会いしましょう。